お頼み申します。お頼み申します。何をしに来た？お久しゅうございます。お前とは縁を切ったはずだ。あなた様は切ったとおっしゃいましても、私の方は切れてはおりません。誰にこう聞いた？どなた様にも聞きません。どうしてわかった？去年の夏からあなた様の行方を探し求めて、洛中洛外はもとよりのこと、都に近い人の住まうところはくまなく訪れました。いよいよ探すところがなくなり、ここまでやっとたどり着きました。わしはお前のそういう執念深いところから逃げ出したんだ。いくら嫌われましても、私の主はあなた様でございます。せっかくここで静かに暮らしておるのに、お前のその声を聞くと胸くその悪い都を思い出すわい。はい。あの方とは一緒でござりましょう。分かりきったことだ。こんな山奥一人で住むか。私はあの方と話がしたくて参りました。帰れ。お前の話など誰も聞きとない。わしはな、お前も家も世の中も全て捨てたんだ。あなた様が出てお行きになりましてから、お父上様もお亡くなりになり、一族郎とちりぢりになりました。やめろ。それがお前の言ってた泣き言を並べて気をつるな。泣き言ではございません。本当のことを申し上げているのでございます。帰れ帰れ。私はあの人に会うまでは帰りません。私に御用が終わりならどうぞこちらへ。アイシャ、この女をあげてはならん。アイゼンでございます。楓と申します。よし、話の片をつけよう。このような荒れ寺で何のもてなしもできませぬが、日だけはたんまりと。私はこんな山奥の暮らしは嫌じゃと言うたのに、太郎殿が引っさらうように私はここへ押し込めましたのじゃ。アイちゃん、そなたが戦乱の都を嫌じゃと言うたがるではないか。この一年というもの、人の顔もろくに見たことはございません。生き物といえば狐やタヌキやイノシシや猿、人間は太郎殿とたった二人、寝るのも二人、起きるのも二人、ぼつぼつ都が恋しゅうなりました。明けても暮れても人殺しの都などは恋しいものか。今でも都では二人の帝が京都吉野に分かれて戦をしていられるのでござりましょうか。はい、太郎殿、巻きがありません。
さぞ私というものを恨んでいましょうね。はい、それは恨んでおりますとも。でも仕方がありますまい。太郎殿があなたよりこの愛禅を好きじゃと言われるのだから。もう太郎殿、わしはお前より愛禅を好きじゃ。わしは正直者だから好きな者と一緒にいるんだ。それはなぜ悪い。お主はこの女に騙されておいでなのじゃ私が太郎殿を騙したわしは誰にも騙されてはおらん。今にわかることでございます。私が人の癒しむ白拍子の出だからそんなことを言うのですね。わしたちは好きをておる。それはいつでもここに恋していることでわかるんだ。愛禅殿、あなたは私から太郎殿を取ったのじゃ。わしは取られておらん。わしが愛禅を取ったのじゃ。ほれほれ、太郎殿が良いことを言うてくだされた。男が欲しいのなら妻のある男を取らないでも良いではありませんか。他に男はいくらでもいるでしょう、ね、太郎殿が欲しかったら連れて行っても私は構いません。どうぞいつなりと手を引いておいでなされ。はい、いずれはきっと。帰れ。お前はわしが再び戻ると思っているのか。わしの女は愛禅じゃ。愛禅と二人でここにこうしているんだ。お前は消えな。今宵はこのお堂にて行っちゃおかし。明け方を待って吉野に向かうとしよう、うん、傷の手当てもあるからの。ここには誰も入ることができるわ。私は太郎殿と一緒に死にます。まことに？今度は強そう。太郎殿が勝ちます。自信があるのね。私は妻です、よく知っております。あなたが来たので私は生きることに張りが出てきました。今宵のあの人は素晴らしい。